人差し指でのバレーバレー、または、制覇とは、ギターウクレレ等の発言楽器において用いられる。一本の指で同フレット上の複数の弦を同時に応言する。双方のこと。バレーを用いたコードフォームをバレーコードと呼ぶ。回コード型のコードフォーム例。バレーコードでは、指一本で複数の弦を抑えるため、通常の応言より強い力を要する。コツをつかめば、 必要以上に力をかけずに抑えることができるが、一般に初心者には難しいテクニックとされる。特にカイコードのようなローポジションほど難しく、カイコードを覚えることはギター初心者にとって最初の難関とも言われる。バレーコードのフォームにはいくつかの形があるが、一つのフォームを覚えれば、その形のまま抑えるポジションをハイポジションあるいはローポジションに移動するだけで、 多数のコードを鳴らすことが可能になり、指板上をくまなく使用できる。例えば、コード表に示した F コード階コード G コードの例では、階コードのフォームをそのまま移動することで、階コード G コードを押さえている。また、同じコードネームでもハイポジションで別の押さえ方をすることが可能になり、演奏の表現の幅が広がる。人差し指バレーの典型的な目的は、 いわば、人差し指に、カポタストの役目をさせることだと言える。例えば、人差し指で1から6弦1フレットをバレーし、その上に E コードの形を中指、薬指、小指で作れば、回コードとなる。また、人差し指で1から5弦2フレットをバレーし、その上に A コードの形を作れば、B コードとなる。ロックなどでは、回コードを抑える際に、人差し指は1、2弦だけをバレーし、 6弦1フレットは親指で押さえて指の負担を減らすとしばしば代替法や簡略化したフォームも使用される。これはロックではチョーキングを多用するためネックを深く握るフォームが有利であり、エレキギターやスティール弦やコースティックギターはクラシックギターよりネックが細いため親指を使用しやすいという事情のためでもある。その他、ローポジションのエコードでも人差し指先の腹の部分を 使って2から4弦をバレーするプレイヤーもいる。ローポジションの B コード等で使用する。力が入りにくい左手薬指でのバレーを、人差し指バレーと同時に行うため、開コードなどより難易度が高い。B コード型のフォームでは、薬指で3、4弦をバレーし、2弦は、小指で方言する大体法もある。薬指バレーを使用せず、中指、薬指、小指で、 通常の応弦を行うプレイヤーも多い。上から1弦、2弦、3弦の並びで表す。また、応弦する指の一般例を、角弦の右に、角弦のチューニングを、角弦の左に示す。弦、フレット、X ミュート、人差し指バレーで押さえるポジション、薬指バレーで押さえるポジション、バレーではない通常の応弦をするポジション、1から6弦をバレー。

12345、1から6弦をバレー。FM、E 人、B 人、G 人、D 小、A 薬、E 人、123、2 3? 1から5弦を人差し指でバレー。B コードでは2から4弦を薬指でバレー。2弦を小指で押さえたり、薬指バレーせずに中指、薬指、小指で、通常の大弦をするプレイヤーもいる。B、E 人、B、薬、G。 薬、D、薬、A、人、E、X ミュート、1234?BM、E、人、B、中、G、小、D、薬、A、人、E、X ミュート、1234? ありがとうございます。